ハーモニーと旋律をお楽しみください。
ありがとうございました。次にお送りします曲はあの日聴いた歌です。収録曲はふるさと、浜辺の歌、ヤシの実、赤トンボ、春の小川、花です。皆さん必ずどこかで聴いたことがある曲ばかりかと思います。吹奏楽界ではおなじみの真島敏夫さんの編曲、シンフォニックなアレンジでお楽しみください。Thank you.
次にお送りするのは1973年にトニー・オーランド&ザ・ドーンが全米でナンバーワンヒットを放った、幸せの黄色いリボンです。英語で Tear Yellow Ribbon Round the Old Old Tree と直訳すると古い、柏の木に黄色いリボンを巻きつけておいてという曲です。日本では山田洋次監督の幸せの黄色いハンカチを思い出される方もあると思いますが、この曲をヒントに作られた映画だそうです。それでは懐かしいサウンドをお聴きください。Thank you.
ありがとうございました。5曲目にお送りするのは情熱大陸コレクションです。番組のテーマの音楽とエンディングに使用されたエトピリカと情熱大陸、ご存知バイオリニストの葉加瀬太郎さんの楽曲ですね。雄大な自然と、自然を感じさせる憂霊で生命力にあふれた名曲です。途中でトランペットとフルート、あとアルトサックスのソロが出てまいります。こちらの方にもぜひご注目してお聴きください。Thank you.
ございました。さて、次が最後の曲となりました。見上げてごらん夜の星をです。おなじみ坂本九さんの ヒット曲ですね。第4回目のアンスコー演奏会のアンコールでも演奏させていただきました。イモ演奏でもよく演奏する一曲なんですが、こちらの曲は、各楽器の音色をお楽しみいただける編曲となっています。出てくる楽器の順番ですが、フルート、ファゴットから始まり、サックス、クラリネット、トロンボーン、ホルン、トランペット、ユーフォニウムとチューバの順に出てきます。各音色の特色をぜひお楽しみください。本日はありがとうございました。
ありがとうございます。やるものですが、これぐらい嬉しいことあります。大変幸せな、ね、さときを過ごさせて。それでは一曲ね、今度は軽快な曲で、マーチで、お答えさせていただきます。これはね、木陰の散歩道という行進曲。これはアメリカの、曲なんですけどもね、ちょうどニューヨークに、セントラルパークというのがあるんですね。大きな広場なんですね。そこで野外ステージがありまして、そこで夏ね、野外コンサートをやるときに、そのゴールドマンという人が作曲したんですけども、その、ゴールドマンとそのバンドがいつもやる定番の中でやる曲なんです。でこれ途中中間部でね、そのラン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 という、そういう歌声があるんです。でもし何でしたら一緒にやってください。メンバーも一緒にやりますから楽しくやってください。でもしも最後の手拍子もいただいたらありがたいです。それでは木陰の散歩道を演奏いたします。
たくさん手を差し出しまして、もう一緒に踊ってくださった方もいました、楽しい雰囲気でおらせていただきました。それではね、皆さんともう一つ最後に、それではね、皆さんで、ね、ふるさと一緒に歌ってお別れしたいと思います。はい、それでは、ちょっと歌詞がないから私ちょっとだけ前もって言いますので、大体皆さんご存知だと思いますね。はい、それでは大きな声で歌ってください。ありがとうございました。どうもありがとうございました。